川島よしこ、川島よしこ、川島よしこ、1907年5月24日から1948年3月25日は、新朝の皇族、第10代、祝神王、前期の第14王女。本名は、愛神、悟ら明、愛神か倉剣士、字は東鎮、官名は、金壁明、背名は和子。他に、吉丸。 良介と名乗っていた時期もある。8歳の時、祝信王の顧問だった川島奈庭の養女となり、日本で教育を受けた。1927年に、旅順の大和ホテルで、関東軍参謀長の斉藤久氏の売借で、猛古族のカンジュルジャップと結婚式を挙げた。カンジュルジャップは、川島奈庭の万毛独立運動と連携して、挙兵し、1916年に、 中華民国軍との戦いで戦死したバボージャブ将軍の次男にあたり、バセ田大学を中退後1925年、反省役名で陸軍官学校に入学していた。彼らの結婚生活は長くは続かず、3年ほどで離婚した。その後、ヨシコは上海へ渡り道地の駐在部官だった田中隆吉と交際して、日本軍の工作員として、 諜報活動に従事し、第一次上海事変を勃発させたと言われているが、田中隆吉の改装による、実際に、諜報工作を行っていたのかなど、その実態は謎に包まれている。なお、吉子は、戦後間もなく、中華民国政府によって、官官として逮捕され、銃殺刑となったが、日中双方での根強い人気を反映してその後も、生存説が流布された。 川島よしここと愛心、悟ラ・アキラは、祝神皇、前期の第十四王女として、高三十三年四月十二日、西暦1907年5月23日、北京の祝神皇府に生まれた。聖母は祝神皇の第四川妃。祝神皇家は新朝大宗本大寺の第一子、祝武神皇法下を外し、建国の功績により、 親王の位を世襲することが認められた親王家だった一般の皇族の爵位は一代ごと親王軍王梅六と降格してゆく。次の東鎮は日本へ養女に出す際に東洋の鎮客として可愛がられるようにとの願いを込めて祝く神がつけたもの。また、官名の金壁明は二金壁東から取ったもので当初は 壁だったが、後に、吉子本人が壁を用いるようになった。金壁東の壁は、東方の防類となれという意味を込めて祝く新郎が付けたもの。明の養父となる川島奈庭は、新州松本藩士の子として生まれ、外国語学校品ごかで中国語を学び、1900年の義和団の乱で陸軍通訳官として従軍。日本軍の占領地域における、 警察機構の創設を評価され、日本軍の撤退後も、新朝から雇用され、中国発の近代的警察官養成学校である、北京刑務学堂の総監督に就任した。これが縁となり、川島は警察行政を管轄する、広準局管理大臣、後に民政部署所、縮新を前期と進行を結んでいた。当時縮新農は日本をモデルにした。 立憲君主制による近代化改革を目指しており、成長を保全してロシアの南下を防ごうとする川島な庭の意見に共感した祝新王は以後急速に川島との関係を深めていく。1911年に侵害革命が勃発すると、新朝宮廷内部では主戦派と講和派に分かれて議論が繰り広げられたが、高広皇太郎が 講和派の主張に傾き1912年2月に皇帝退位を決断。退位に反対する祝親王前期、強親王広氏ら皇族は北京を脱出して復壁運動を行った。祝親王は日本の参謀本部の保護を受けて旅順に逃れ、その後家族も川島奈庭の手引きで旅順に移った。祝親王一家は旅順では関東と特府より、 旧ロシア軍艦舎を提供され、幼い県も日本へ行くまでの数年間をそこで過ごした。やがて祝信能が副壁運動のために日本政府との交渉人として川島を指定すると彼の身分を補完資料者の密接な関係を示す。目的で、アキラは川島の養女とされ、よしこという日本名が付けられた。アキラを養子に出す際に祝信王は川島に当てて、 君に玩具を申請するとの手紙を送っている。1915年に来日した吉子は当初、東京赤羽の川島家から、豊島市半附属小学校に通い、卒業後は、後見女学校に進学した。やがて川島の転居に伴い、長野県松本市の浅間温泉に移住し、松本高等女学校、現在の長野県松本有ヶ崎高等学校に、 長校生として通学した。陸軍松本連隊の山谷徹将尉と恋仲になる。松本高等女学校へは、毎日自宅から馬に乗って通学したという。1922年に、実父宿信の王が死去し、葬儀三列と、遺産分配の話し合いのために、長期休学したが、副学は認められず、松本工場を中退した。 愛深刻な不義に接見。十七歳で、ピストル自殺未遂事件を起こした後、断髪し断層するようになった。断髪した直後に、女を捨てるという決意文書をしたため、それが、新聞に掲載された。よしこの断髪、断層はマスコミに広く取り上げられ、本人のもとへ、取材記者なども訪れるようになり、断層の霊人とまで呼ばれるようになった。 ヨシコの端正な顔立ちや、身長皇室出身という血筋といった属性は、高い関心を呼び、ヨシコの真似をして断髪する女性が現れたり、ファンになった女子が押しかけてくるなど、マスコミが生んだ新しいタイプのアイドルとして、ちょっとした、社会現象を巻き起こした。女を捨てた、決意文書と断髪、断層から2年が経った1927年に、ヨシコは、 関東軍参謀総長だった斉藤久志の中央土で、旅順の大和ホテルで、猛古族の友江夫、抜き布のパプチャップ将軍の次男、カンジュルジャプと結婚するが、夫の親族と馴染めず家出し、3年ほどで離婚した。離婚後に、上海に渡ったヨシコは、1930年に、上海駐在部官の田中隆吉少佐と出会い、交際するようになる。田中の回想によると、 当時田中が上海で行っていた諜報活動に関わるようになったという。また、吉子は後に国民党行政委員長だった孫か、孫文の長男とダンスホールで接触し国民党内部の情報を入手し、この件で孫か失脚したという。1931年9月に関東軍の石原幹事が日本政府の承認を得ないまま長学領軍を 独断で攻撃した満州事変を引き起こし、11月には、新朝最後の皇帝だった愛新柏倉不義が関東軍の要請を受けて天津から満州へ脱出する。吉子はこの時、不義の皇后である遠洋を天津から連れ出すことを関東軍から依頼され、遠洋を天津から領事に護送する任務に携わった。田中の改装によれば、同年末に、 関東軍参謀の板垣清四郎からの依頼を受けて、第一次上海事変のきっかけとなった、上海日本人僧侶襲撃事件を田中が立案しており、関東軍から提供された2万円を使って、中国人を雇って、日本人僧侶を襲わせたが、この際に実行役を集め、報酬と引き換えに襲撃を実行させたのが吉子だった、とされている。ただし、 田中隆吉は戦後東京裁判で連合国側の証人として出廷しており、事故の責任を他者に転嫁するなど、その発言の信憑性には疑問が多い。ヨ子との関係やヨ子が情報活動に携わったというのもどこまでが真実かは不明である。しつこく付きまとう田中にヨ子がうんざりしていたという証言もある。上海事変のきっかけにヨ子が関わったというのも、 田中雄吉の改装以外の記録には見られない。1932年3月に関東軍が不義を失勢として満州国を樹立させると、吉子は心境に置かれた宮廷での助官庁に任命されるが、実際に就任することはなかった。同年に吉子をモデルにした村松将夫の小説である、断層の霊人が発表され、吉子は日本軍に協力する。 新朝王女として、マスコミの注目を浴びるようになる。1933年2月になり、関東軍の熱化昇進出のため熱化時計団、暗黒軍、または帝国軍と呼ばれたが組織され、川島義子が総司令に就任した。このニュースは、日本や満州国の新聞で大きく取り上げられ、義子は、東洋のまたはり、満州のジャンヌダルクなどと呼ばれた。 断発時のエピソードや小説の影響からすでに知名度が高かったこともあり、吉子は一躍マスコミの長寿となった。当時はラジオ番組に出演し、余った時間に即興で歌を披露すると、それがきっかけでレコードの依頼があり、十五夜の娘、モコの歌などのレコードが発売されるなど、非常に人気があったことが知られている。作詞者としても1933年に、 キャラバンの鈴、作曲、杉山馳を、歌、庄司太郎というレコードを出している。同年には、小説、断層の霊人が連載されていた、婦人公論誌に、僕は祖国アイスと題された、独占式も掲載された。私生活においては、伊藤藩に、昭和の天一望と騒がれた、相場師と交際したと言われている。また、水谷八重子など、 当時の芸能人とも信仰を結んだ。1934年当時から、吉子は国内外の講演会などで、関東軍の満州国での振る舞いや、日本の対中国政策などを批判したため、軍部や警察に監視されるようになっていた。また、鎮痛薬のフスカミンを常習するようになったのも、この時期で、自ら注射器で足に注射している様子が目撃されており、 この時期におった何らかの負傷の鎮痛のため、当時の多くの軍人たちと同様に鎮痛剤へ依存するようになった可能性が示唆されている。1937年7月末に天津が日本軍に占領されると、吉子は同地で両邸、投降路を経営し、お上になった。この時期に吉子は国粹大衆党総裁で外務省、海軍と協力関係にあった。 佐々川良一と交際してたと言われている。よしこは、東高老時代に、知人の紹介で知り合った、リコ蘭ランを、実の妹のように可愛がり、横ちゃん、よしこが付けた、リの愛称。彼女の本名の読みが、同じ、よしこであったため、お兄ちゃんと、怖うほど、親しい間柄となった。しかししばらく後に、よしこの悪評を耳にした、リの関係者が、 東光炉への出入りを禁じたため、ヨシコと李の間に交流があったのはごく短い期間であった。これについて、李コーランは、実著の中で軽い気持ちで、東光炉へ足を運んだところマネージャーに厳しく、叱られ、そしてある時期を境に、ヨシコもよそよそしい態度を取るようになり、会いにくくなったと述べている。その後、李のもとへヨシコから、直筆の手紙が届き、そこには、 よこちゃん、すっかり君も、大スターになったな。もう君と会うことはないだろう。君は、自分の好きなこと、信じることだけをやりなさい。僕のようになってはいけない。今の僕を見てみろ。利用されるだけされて、ゴミのように捨てられる人間がここにいると記されていたと、言う。リコーランは、普段のヨシコはプライドが高い厳格な人物であり、心の中にある本音を語るには、こうした、 方法、手紙を取るしかなかったのではないかと10回している。また、この頃からヨ子は孤独感に満ちた短歌を書くようになったという。1945年8月の日本敗戦以降、各地に潜伏していたヨ子は、10月になって北平で中国国民党軍に逮捕され、カンカン中国語で国族、売国奴の意として訴追され、 1947年10月に死刑判決が下された。ちなみに、川島なわは和しく新王の孫娘で吉子の名に、あたる愛新かくら連、連籠を養女とし、川島連ン氏、1913年から1994年、として入籍させた。当時の国民党は、吉子の情報活動の詳細が明らかになることで、党内の集文が暴露され、 急加工していた国民党への評価が決定的に傷つけられてしまうことを恐れ、また1947年時点での国境内戦の選挙区は北平周囲の河北一帯はすでに中国共産党軍の攻撃にさらされるなど国民党側に不利となりつつあり、不義や不潔などのように愛心、悟らかの一員であるヨシコを仲が利用することを恐れ、死刑を急いだと伝えられている。 日本では、本田松子などが、除名単元運動を展開したが間に合わず、1948年3月25日に、北平第一監獄の形状で吉子は、銃殺刑に処された。川島吉子の遺骨は、日本人僧侶の古川大公によって引き取られ、後に、新州の何和のもとへ届けられた。1949年に、何和が死去すると、ヨ子の遺骨は共に、 松本市有ヶ崎の西林寺にある川島家の墓に、葬れた。この死は重殺執行後の極意のポケットに残されていた、自生の死だという、家あれども帰り得ず波があれども語り得ずという上の肉句は、吉子が生前好んで記号していた句であり、彼女の孤独な心情を表している。1998年、川島吉子の没後50周年に、吉子が、 少女時代を過ごした長野県松本市の日本、司法博物館内に、川島よし子の書や遺品などを展示した、資料室、川島よし子記念室が開設され、よし子の女学生時代の友人や関係者がよし子の、ゆかりの品などを寄贈した。記念室は、毎年、川島よし子が銃殺された3月25日頃の、週末に、川島よし子を忍ぶ会を開催し、 長野県内外から多数の人が集っている。また、記念室は2001年に、川島義子が私的に書き残していた和歌を、歌集、真実の川島義子として出版するなどの活動を行っている。日本司法博物館は2002年以降松本市に引き継がれ、建物野外博物館松本市歴史の里と、改称、2007年4月末に改装を終えて、 リニューアルオープンした。川島ヨシ記念室は歴史の里内の展示棟にある。川島ヨシは重殺執行直後から替え玉説が報じられ、その後も長く生存説が囁かれてきた。近年では中国の民間団体や日本の報道検証番組などが1970年代まで生存していたという説を唱えているが、科学的証拠を書いており、風説の息を出ていない。 処刑直後からヨ子の生存説が流れたのは、処刑から遺体公開までに以下の不審点があったためとされる。2003年放送のクイズ番組、世界通貨伝説、運命のダダダダーン。朝日放送に中国在住のヨ子の娘と自称する女性が出演した。女性によると、監獄から脱出したヨ子は、日本人男性と再婚して、娘を出産したが、 1950年代に暴漢に襲われて両親が殺害され、孤児になったという。陸軍特務機関隊員だった吉祖の修造の手記によると、戦後、州恩来に面会する日本人に、州に会ったら川島の生死を尋ねてほしいと頼んだ。その日本人が州に尋ねたところ、彼は、そんなことは答えられるわけはないでしょうと言いながら、指先で丸を描き、 この通りですよとだけ言ったという、丸は、丸に通じ、漢語では、漢と同音である。2008年11月に、ヨシコは、旧満州国警察学校関係者にかくまわれ、片,番片おばバーン、カターさんと名乗って、吉林省庁春市に住み、1978年に、死去したと証言する女性が現れ、調査が開始された。中国メディアも注目している。 2009年3月4日のテレビ新集による報道では、よしこが生存していたと証言する女性が、2009年3月に中国の民間調査団と共に、長野県松本市にある松本市歴史の里、川島よしこ記念館を訪れ、よしこの生前の写真を見て、幼少期に教育を受けた方おばあさんとよしこの目と、花はよく似ているが、 断定できるかと言われると言い切れないと話している。2009年4月13日放送の報道発ドキュメンタリー宣言昭和史最大のスクープ断層の霊人、川島義子は生きていた。2時間スペシャルテレビ朝日放送によると死刑の前日に買収された軍人から拳銃は空砲です。銃声がしたら倒れるふりをしてくださいと義子に説明があり死刑は 通常通りの公開処刑ではなく非公開で行われ、アメリカ人、記者二人だけが立ち入りを許可されたがカメラを取り上げられ、吉子の処刑直後に、遺体は毛布に包まれ、検視室に送られた、とのことである。数時間後に肩まで髪が伸びた女性の遺体が吉子の遺体とされ、公にさらされた。余命いくばくもなく、吉子の身代わりとなった女性の遺族には、金の延べ棒10本が渡され、 役人や軍隊にも贈賄されたという。この記録は、アメリカ国立公文書館に保存されていたと報道され、金の延べ棒は、おそらく愛心かくら家が用意したとヨ子の答園に、あたる愛心かくら家の人物が答えているとされる。1948年、旧満州国警察学校関係者に連れられた、老婆に変装したヨ子は、 ゆかりのあった元満鉄幹部の日本語通訳の男性の家を突然訪れ、以後はその男性にかくまわれ、夏の数ヶ月を長春の新伊達城という小さな村で過ごし、冬になると石膏省にある天大創句に清字で隠れるように生活していたという。よしこは村の人たちから片おばあさんと呼ばれており、この女性に幼い頃育てられたという。 1967年生まれの女性画家が登場した。この女性は、片おばあちゃんは、リコーラン、山口敏子のレコードが擦り切れるほど聞いていたと、証言し、このレコードをいつか、リコーランに届けてほしいと遺言されていたとコメントした。女性は、実際に来日して、山口に面会し、遺言のレコードを手渡した。その際、山口は片おばあちゃんの肖像画を見て、高く、 すっとした鼻筋は、お兄ちゃん、よしこに間違いないと証言した。証言女性によると、片おばあさんは、ほとんど家から出ることもなく、家で写経をしたりお経を読んで過ごしていた。訪ねてくる人も、ほとんどいなかったが、誰かからの援助を受けていたらしく、生活に困っていた様子はなく、決して贅沢な暮らしではないが常に、見切れいにしていたという。 片おばあさんは1978年に死去し、葬式では、本人の遺言通りかくまった男性と養育された女性が、蘇州夜局を歌って見送り、三回忌の後、国清寺に葬られた。国清寺では、儀礼賞も授けられており、お寺の人たちからは、宝庫寺と呼ばれていた。上記のように、現時点では片おばあさんの指紋、DNA のいずれも採取されておらず、 川島よしこイコール片おばあさんという科学的証拠は得られていない。2009年10月1日、長春市政府の設立した地方紙編纂委員会による調査結果が公表され、片おばあさん説を明確に否定した。同委員会が片おばあさんに卵を届けていた農民、賃料を探して調査したところ、賃料は片おばあさんの名前は法令用で、超玉の祖母賞。 カツラケンと同一人物であると証言した。また、賃料は片おばあさんの名前について、男家の人間なら誰でも知っているはずだとし、蝶玉が片おばあさんの名前を知らないと言っていることに、対して自分の実のおばあさんの名前を知らないわけはないと証言した。これは、蝶玉らがこれまで主張してきたことと大きく矛盾する。また、賃料は片おばあさんについて、 身長は1.67メートルだったと証言している。川島義子の身長はそれほど高くなく、そこからも、義子と片おばあさんが別人であったことが示されている。同意委員会の調査ではさらに、片、霊洋は、断念、章の妻章、桂健が、仏教に帰依した、際の奏で、仏教との章、桂健は、長春の般若寺の仏教活動に参加し、夏の間は、 新潟城に住んでいたが、川島義子とは全く関係がないと結論付けた。これに対して、蝶玉側は、長春七宝紙編纂委員会の発表は、事実無根の中傷であると反論し、さらに、蝶玉側は、長春七宝紙編纂委員会に対する訴訟を起こそうとしたが、同委員会への行政訴訟が却下されたため、二0 1年二月九日、同委員会の孫彦平らが、 調査団関係者を脅した、などとして、同委員会メンバー個人への民事訴訟を起こした。しかし、訴訟の関連状況を立証できず、2011年2月16日、調査団長の李氏はやむなく自ら、訴えを取り下げた。2009年12月、台湾の国士官が所蔵する文書の中に、中華民国政府による吉子の処刑に関する、調査資料があることが、明らかになった。 その中で、監獄関係者は、刑は確かに執行され、ヨシコに間違いはないと証言している。なお台湾では2010年5月11日から29日に、台北の国立国府記念館で、法務部と行政院研究発展工学委員会の共同開催による貴重談が展覧会を開催し、その中でヨシコの処刑に関する文章を、 一般公開しことを中華民国中外単位連合モータン、台湾政府の公式サイトが明らかにした。処刑会計文書では多くの目が見ており、身代わりを立てて騙す余地はなかった。検察官が検視官を伴い3回検視にを行ったなどと記されており、同サイトは生存説は事実と乖離した虚構であり、よしこの生死の謎については、 結着がついたと結論付けている。処刑関係文書は6月18日から7月8日には、高雄市歴史博物館でも公開される。川島よしこの電気的な生涯はしばしば絵が、演劇などの題材となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。